皆さんこんにちは、岡田克也です。前回から背景が変わったのにお気づきだと思いますけれども、新しい議員会館引っ越しを完了して、その会議室からこうやって皆様にお話をしております。私も週に1回ぐらいしか行かないわけですけれども、かなり広くなったなという感じです。贅沢だというお批判もあると思いますが、同時に、議員が活動していく上で、必要なスペースだと、そういう考え方もあるというふうに思います。いずれにしろもう出来上がりましたので、最大限それを活用していきたいというふうに考えているところです。さて、前回、ASEAN の一連の会議の話をしましたが、その関連で、ベトナムからラオスに飛んで、ラオスを公式訪問してまいりました。もちろんブアソン首相とか、あるいはチェンマリー国家主席と有意な意見交換ができたわけですけれども、同時に、ラオスといえばベトナムや あるいはその他のカンボジアなどと並んでメコン川流域の国であるということです。そのメコン川で1時間ほど船で川を遡ってメコン川の広さというものも実感してまいりました。そして私はメコン川にいる川イルカの保護ということに関心を持っているわけですけれども、話に聞くと同時にもう一つ大ナマズというのも絶滅の危機に瀕しているということであります。そもそもメコン川は非常に多様な、アマゾン川以上の生物の多様性に富んだ、そういう、川で、もちろん中国から流れてくるわけで、大変な長さとそして水量を誇るわけで、それだけたくさんのいろいろな生物がいることは驚くに値しないわけですけれども、非常に多様な生物がいる。その中で、オオナマズというのも昔はたくさんいたということですが、最近は非常に限られた範囲にしかいなくなっているということです。この関連で、ナマズ、当然、それを食用にしているはずなので、私は何人かのラオスの方に、政治家もいればお役人もいたわけですが、ナマズはうまいかというふうに聞いてみました。この時の反応が皆さん、それぞれ共通で、特に私は大ナマズについて聞いたわけですけれども、まず最近は食べたことがないと、しかし昔はよく食べたとおっしゃる方、そして私が聞いた3人いずれもが大変おいしいということを言われました。一人の方は日本通の方ですが、日本人にとってトロのようなものであるとこう言われました。ある人はおいしいというその声が裏返って言っておられましたから、相当おいしかったんだと思います。それだけ皆さんが美味しいと思っている大ナマズだとすれば、なかなか絶滅の危機にあるということも、これは相当きちっと保護しないと将来難しいかなという感じがしないわけでもありません。もちろん大ナマズが減っている最大の理由はやっぱり環境変化ということで、餌が減ったりあるいは水量が減っていること、そこに原因があるわけで、こういった問題もメコン地域の国々、中国も含めてですね、よく話し合っていく必要がある、そういう問題だと思います。ダムの影響や あるいは生活排水、そういったものが将来は懸念されるわけで、そういうことも含めてしっかりとした話し合いが必要であるというふうに思います。例えばラオスにとって、メコン川はほとんど全ての国民にとって、飲料水もメコン川から取ってますし、そして漁業もありますし、農業用の灌漑用水もメコン川から引いてますから、もしメコン川が汚染されると
ということになると、まあ、多くの人の生活が成り立たなくなる、まあ、そのぐらい非常に重要な、まあ、メコン川であるということを改めて実感した、まあ、そういう旅でもありました。今日は以上です。